うん、初めて見ました。そういう人いないよ。甘いのあるで、白いので。あ、カルピス。ああ、そうそう。あ、血圧関係ないかもしれないけど。それでもね、上がったら大変大変ですもんね。友達もそういうことしてんの？はい、友達も、はい、そういうことしてる人は。いや、諦めたらトレーラー流せない。あ、またそれやってる。いや、なんかそうなってくると俺もなんか責任感出てきちゃう。どうしよう。こんだけパンチ弱くないな。やっと固まんねえ。次はもっとすげえの作ろう。坂口あんりが逮捕された件について一言。ああ、なるほどね。それ坂口あんりのケツが汚いということなのか。なるほどって。なる。ロビ君やめなさい。ロビ君、それ言っちゃいけないでしょ。ロビ君やめなさい。はあ、ありがとうございます。以上、これからも動画昇進いたします。まあ顔を上げて。はあ、ありがとうございます。ごめんなさい。はい、撮影頑張ってくれ。何してんのよ。ねえ、ゲップをしてしまった。料理動画で首持ってゲップ、悪魔じゃないかお前。パパ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 。はい、酔っ払ってすいません。はい、今週も最後まで NCC ご覧いただきありがとうございます。ということで今週の、小話なんですけれども、いつだろうな、あれ2011年ぐらいの話なんですけども、ダンテから電話かかってきまして、いいとものそっくりさんオーディション紹介する人が必要だから来てくれって言われて、次の日朝6時アルタ前に行ったらダンテいまして、こんな感じの顔でいたんですけども、頭にマジックで書いた落書きがあって、何それって言ったら、ハリーポッターのそっくりさんでいいとも出たいんだよねって言ってて、で俺、僕紹介人で2人並んで、結構ね、あの並んでる人いて2時間ぐらい待ったのかな。笑っていいとものスタジオの中に入って、集団面接みたいな感じで、まあ面接して、誰々と誰々みたいな感じでこう本番で、あの呼ばれるわけなんですけども、僕とダンテで集団面接なりまして、でその前にダンテが並んでる時に、俺は絶対に受かる、集団面接でしょ、余裕だよ、もう俺なんかもう魔法学校から来ましたって言うから、結構強気なんですよ。爆注も決めるみたいな、そこまでいったら結構受けいいから、もしかしていけんじゃないかなって思って、集団面接になりました。そっくりさんが前、紹介人がその真後ろみたいな感じで5人ずつ並んでて、3番目ぐらいがダンテの番だったんですね。あなたどっから来ましたか、埼玉県です。どっから来ましたか、東京都です。どっから来ましたかで、ダンテの番になって、どっから来ましたかって言われたら、ダンテがちょっとね止まったんですよ。あ、こいつ緊張してるって思って、かかとを、まあ僕真後ろだったんで、かかとをバンって蹴ったんですよ。なんでちょっと気合が入ったみたいで、魔法学校から来ましたって言ったら、プロデューサーに、いや、お前ほんとふざけてる場合じゃねえからって言われて、なんでビビったのか、あ、すいません、千葉から来ましたって言ってて、一言とかなんか特技とかなんか最後にありますかって言われて、なんての番になって、で、僕後ろだったんで、もう一回、爆中決めろ、爆中決めろみたいな感じで、かかと蹴ったんですよ。そしたら、いや、特にありませんって言って、そのまま落ちて終わったって話なんですけども、またね、ダンテとかと動画を撮りたいなと思いました。セクターセプレー、あの時どうだった、いいともの時。いや、もう受かる気満々だったから。プロデューサーがちょっとなんかいじめてきて。いじめじゃねえよ。ということで最後、じゃあ、シーユーしよう。じゃねえ。じゃねえ。チャンネル登録よろしく。